皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカーやっていきたいと思います。今日は紳士的にやっていきましょうかね。今回はツイッターで送っていただいたコースをまず一つ遊んでいきたいと思います。実況者に挑戦状、60秒スピードラン限界突破、リンダさん、506分の1、 0.19%、 51秒でクリアされています。なんという鬼畜コース。クリアできるんでしょうか？早速やっていきましょう。いや、ちょっとね、正直、クリア率的にはクリアできない可能性はあるんですけど、送っていただいたコース、頑張ってやっていきたいと思いますが、これはメット被ればいいんだよね、多分ね。はいはいはい、OK。あー、できればギリギリまでメット被るのを我慢しないといけない。あ、なんだこれは。あのバネの使い方がうまくできなかったけど、とりあえず進んでいくよ。これは空中バネじゃんと見た。これは、はいはいはい、こうか。戻って、あ、これ切り返し3段かな。無理だよね。切り返し3段か。いきなり高難易度の技を持ってきましたね。うん、これ被るのがね、意外と難しい。タイミング早いから。被って、ちょっとジャンプで時間を稼いだんだけど、くるりが足りなかったか。こう来て、こう来て、こうですね。高めにジャンプしよう。1、2の3。ここうまくいけるのかな？いけるんだろうな、きっとな。はい、ここまではなんとか来れるけど、まず最初の難関、ここの空中バネじゃんで、1、2の3、回りきれない。もうちょっとか。もうちょっと奥でやんないとダメか。タイムも余裕があるわけじゃないんでね。1、2、ほい、あー、壁に当たっちゃった。もうちょっと奥だ。よし、入れた。やっと入れた。うおーおお壁キックして、どころに乗って、ペペペ、オッケーオッケー。まあ難しいけど、そこまでではないのかな、今のところ。ただクリア率を考えると、このままいけるとも思えない。よし、入れた。で、壁キックして、ファイヤー、ペペペペ、あ、当たっちゃった。これまずくない？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 やっぱりまずいよね。ここでダメージを食らうんだ。で、こう来て、間に合い、かなりギリギリな位置での連打開始だったけど、ん？これはこっちだよね。間に合うか？ああ、間に合った。ブラックパックンさん倒して、3段ジャンプだね。危ない。ちょっと、クリアは間に合わないだろうけど、よいしょ。ここでまたヒップドロップして扉に入ったら、バネに弾かれて、こっち。はいはいはい。で、なんだ？はいはい。あー、一マスの間に入ると、これもなかなかいやらしい感じがしたけれども。上にファイヤーもあったのが気になるけど、ファイヤー取ってみる？どうしよう？ファイヤーを取った方がいいのか、それとも、ここ入るの難しくない？壁キックからジャンプであそこ入れましたっけ？あまりにもクリアができなかったんで、セーブして中身を確認してきたんですが、なんとこのコース、投稿者さん用の隠しルートを使わないとクリアできないコースになっていました。なので、今回はまずそちらを目指してやっていきたいと思います。ほい。というか、まあそこまでも行けてなかったんですけどね。それを知らないと絶対にクリアできないっていう仕様になっていましたんで、そこまで行けるように頑張っていきたいと思います。まあここまでは一緒っていうか、この先も一緒。ペペ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 ペとどんどん進んでいくんだけども、ここまだ一緒。
リア、12のサンガリア、ホップドロップで入って、ここまでも一緒で、ここを急がないといけないのも一緒。よし、お、これたこれたこれた、初めてここ抜けられたぞ。実プレイで、練習以外で。で、ここはコンコンコンと来て、コーン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 と上に登っていくんだけども、まあここが降りるの難しいんだ、意外と。あー、失敗した。こんなところでミスんないでくれよ。天井に頭ぶつけるとかマジバカなの俺。もし戻ってこれた。ここもブラッパに気をつけて、残りが16秒しかない。ほいほいほい、時間もないけど急がないといけないし、かもブロックを壊せないからの、ここ壁ずりしちゃったら絶対間に合わないんで気をつけて。もし、これたこれたこれた。で、時間がないから急ぐよ。ほい、12のサンガリア、ボムヒエ運んで運んで運びますよ。もう一回で、残り10秒。よし、これだ。で、ここにね、メットがあるんですよ。なんじゃそりゃと思うでしょ、みんな。私も思った。で、ここに赤扉があるんで、素早く間に合って、間に合わない、うそぴょーん。よし、これは間に合っただろう。この辺、あぶね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 、ゴールちょっとずれちゃったけど、なんとか無事にゴールすることができた。よかった。ふふ、いやー、恐ろしいコースだった。まあ一応これがね、正規のルートなんですが、一応制作者さんがはめたかったルートもちょっと お見せしましょうかね。セーブしてあるんで、ではお見せしていきます。ここを先ほどのクリボータワーのところからボム兵運びをしてこっちまで来るじゃないですか。で、私は今ここのメットを取ってクリアしたんですけれども、ここのガリガリをどかすと中に音符とトゲじゃなくて赤コインの扉があったんですね。で、そこに入ればクリアということでした。で、ちなみにこっちに入ると、どうなるかということなんですけれども、今ここはヒップ耐久ですね。で、下のここのコインがブロックに変わるので、そこは行けるようになるんですけれども、その先見てください。ここ一面光明さんだらけで抜けられません。はい、というわけでこちらのコースではクリア不可能でございました。っていうか、タイム的にも無理なんじゃないかな。いや、でもベストタイムの人、私より8秒から9秒ぐらい早いんだよな。どうやったらそんなに縮められるのかわからないんだけども、もしかして上に受けていくコースとかもあったのか。チラ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 、いや無理だよね、無理無理無理。はい、というわけでそんなコースでございました。私のわからなかった抜け道とか、もし見つけた方いたらぜひ教えてください。コース提供どうもありがとうございました。次のコースやっていこう。こちらスペルマママンチョフさんのコースで、無限連結コーライドシェルトレインス、ものすごい数のいいねをいただいているコースなようでございますが、どんなコースなんでしょうか。遊んでいきましょう。強制スクロールですね。 OK、 わかりました。ここはベルトコンベア、はい、ベルトコンベア、おお、大丈夫ね、ここで止まるのね。ということは、この辺がもうゴールは、すげえ、いくつ出てくるんだ。っていうか、あれどういう仕組みでメット出てきてんの。おっかない、おっかない、おっかない。
ちょっとなんかすごすぎておっかない。孝太郎さんのコースに近いものも感じるんだけど、すごさは同レベル、同レベルにものすごい。チョロプーか、チョロプーも来たし、今度は親チョロプー、なんでブロスさんとかいらっしゃるの。ブロスさん大嫌い。次はバックンの2連生からのブラパの2連生に花ちゃん付き、おわ無理ーと思ったけどやられてしまった。これもある意味1画面マリオですよね。それにしてもすごい仕組みになっている。いけて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 いけ、キノコプリ、イエズキノコプリ、イエズキノコがないと私怖くて何もできない。さっきの2連発、あーやばい、もう食らっちゃった。でもそろそろ好きのキノコが来てくれたはず。なんでそこまで我慢、そこまで我慢。ほらキノコ来た。この先がチョロプーの、チョロプーとデカチョロプーか、チョロプーとデカチョロプー。はい、踏んでいって、これブロスさん多少運ゲーなところもあるような気もするんだが、ほらほらほら、花ちゃん踏んで、花ちゃん踏んで、花ちゃん踏んで、スルーしていったら、今度は赤メットに乗ったハンマーブロスさん、こんにちは。お、なんか偶然いい感じに避けられた。こんなの避けられるかよ。ほい、あ、でも避けられた。すげえ、偶然。偶然って恐ろしい。いや、運も実力のうちって言いませんか。ピンポーン。ピンポン。え。これは耐えるしかないね。で、上のコインがブロックに戻ったらゴールしていくスタイルでございます、きっと。イエーイ、これでゴールだよね、きっと。信じてますよ。ゴールゴールゴール。イエーイ、キャッホーイ。ゴールじゃない？中間？え？嘘ぴょん。ここまで、でも難しかったよ。仕組みは同じだけど、今回は、何何？あのカミックさん、何カミックさん、ウーストーン、土下座ちゃんが今度いらっしゃる。ちょっと待って、で、カミックさんは何なんだろう。さっきからものすごい気になるんだけど、あのカミックさん。なるほどね。赤放題があるから、潰れちゃう可能性もあるし、よいしょ。敵の攻撃も激しくなってるし、こっちが本番で、さっきの小手調べだったと。任せろよ。私なら一発クリアしてやるよ。さっきのところ一発クリアできないけど、いやー、キノコ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 、お願いします。もう変なこと言わないからキノコください、お願いします。トゲゾウさん、トゲゾウさん、こんにちは。はして、うわお、花ちゃん来てるよ。テレサンさん、こんにちは。からの動きを、敵の動きをよく見るんだ、敵の動きをよく見るんだ。俺来たぞ、来たぞ。何何何、おぶねえ。今のゴール不可能だと思った。あー、よかった、クリアできた。いやー、すごいコースだった。このコース面白いよ。みんなもぜひ遊んでみてください。私ちょっともう感動して目が、涙が出てきた。あー、無限連結コーライド、シェルトレイン2スペルママンチョフさんのコースでした。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんもしよければ、よろしければチャンネル登録していただけると私嬉しいです。では次回はあなたのコースに、くるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。